全米が泣いたあのドキュメンタリー超大作、中村智也25 Birthday Movie。 彼をリスペクトした仲間家族たちから送られるメッセージは胸が熱くなることだろう。それではご覧ください。ともくん、ハッピーバースデー。これからも彩乃のこと幸せにしてあげてね。よろしくお願いします。ともくんにとっていい1年になりますように。見たでした。おめでとうございます。切ってきて、ともやくん、ハッピーバースデー。ともやくん、お誕生日おめでとうございます。今度腕相撲で勝負します。ともやくん、ハッピーバースデーです。誕生日おめでとうございます。同じ双子座としてすごい誇りに思ってます。この1年またさらなる飛躍と、ともやくんの活躍を期待しております。これからも皆さん盛り上げていきましょう。ともや、誕生日おめでとうございます。リーズで待ってます。ともや、お誕生日おめでとう。またおいしいご飯作ってね。ともだ、バイバイ。ともくん、誕生日おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、はい、誕生日おめでとう。トムヤ、誕生日おめでとう。25歳だっけか、早いなお前。25だぜ。俺ら俺27だけどな。まあこれからもよろしくな。ちょっと待ってな、チビちゃん。はい、いいよ、いいよ、早く帰る。俺はいいよ、早く。俺時間もったいない、時間が。トモヤ、久しぶりです。また今度来週買おうや。じゃおっと、トモヤ、誕生日おめでとう。トモヤとはもう結構長い付き合いになるけど、まだじゃねえや。まあ、いつものようにね、飲めるようにはいかないかもしれないけど、まあ、飲むときは楽しく飲みましょう。おめでとう。バイバイ。ともや、誕生日おめでとう。ともやのことは大好きで、いい人で、男前で、優しいし、ないけど、ともやが今後うまく人生生きていけるようにを願ってます。で、自分もお互い刺激し合って頑張っていけたらなって思います。ともや、俺はともやのことは大好きです。ともや、誕生日おめでとう。これからも遊んでいきましょう。体気をつけない、お仕事頑張ってください。また飲もうぜ。ともや、元気？誕生日らしいじゃん。何してんの？働いてんの？まあ、たまにはさ、髪外してさ、ワインジャカジャカ飲みに行こうぜ、ともや。え？こっちは酔っ払ってるけどよ。今度飲み比べしようね、ほら、ともや。ともや、誕生日おめでとう。お互いも25歳になったんで、体に気をつけながら、頑張りましょう。ではまた一緒に飲み込んで。ともや、お誕生日おめでとう。
共に励まし合い生きてゆく笑顔の日々を悲しみトモヤ、バカになる。夢を持て、とにかく夢を持て。迷わず行けよって言っても俺も迷う時はあるさ。だけど行け、行けばわかるさ。誕生日おめでとう。ともやくん、お誕生日おめでとう。何歳になりましたか？でもこれからね、彼女を大事にして頑張ってくださいね。どうぞ。入った？うん、分かる。いや、まあ誕生日っちゃ誰でも来るんだけど、ね、やっぱり、まあ結婚するかしないか分かんないけど、しっかりね、女の人大事にしてあげて頑張ってもらいたいんだよねな。おい、あっちこっち帰っちゃダメだって。はい、以上っていう。はい、マザー、背景元気にしてますか？最近トモくん仕事だよ、起きて。トモくん起きて。トモくん誕生日おめでとう。あんとあんちゃんと仲良くしてる。ポプちゃん、はい、ジャンク。ポプちゃんジャンク、ジャンク。おーおーおー、上手上手。トモくんおめでとう。お誕生日、おめでとうございます。まあ、まあ、山崎ミドルザ翔太です。これからもあなたを魔法にかけましょう。テジナーニャ。ともや、ハッピーバースデー。もう今年で25ですか。早いですね。もう僕も27なんでね。うん。いろいろまあ大変なこともあると思いますが、これからも頑張ってください。いい仲間にも恵まれたんでね。そこは大事にして、みんなで一緒に飛びましょう。ともや、お誕生日おめでとう。ボクシング頑張るから今度教えてね。ともやこと大好きだよ。ともやへ、25歳のお誕生日おめでとう。なんかビデオレターだと恥ずかしいので手紙を書くことにしました。ともやが生まれた時のことです。最初は勇気が男の子だったので女の子が欲しいと思っていました。けれどともやが生まれてそれは可愛い男の子でした。その時の感動は今でも覚えています。大きくなっていろいろなことがありました。母親として本当に寂しい思いさせてごめんね。でも今はとても素晴らしい友達と愛する人に出会えてよかったね。ともゆきの父親代わりをしてくれてありがとう。本当に心から安心しています。そして立派な大人になってお母さんはとっても幸せです。ありがとう。お母さんも友達たちに恥じないように頑張って生きてきます。
今年も幸せな1年になりますように祈っています。母より。あなたの子供でよかった、あなたが僕の母でよかった、いつまでも変わらない、ずっとずっと変わらない、僕はあなたの生き写しだから。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて、誰よりも強くて、支えてくれたこの愛だから、子供にも伝えたい。僕の母でいて、ずっと元気でいて、あなたにはまだ仕事があるから、僕の親孝行受け取る仕事が